レディオ4ゲーマータップ過去仮こんばんは、岡本信彦です。しこばんは、マフィア梶田です。はい、日本最大級の総合ゲーム情報サイト4gamer.net が生放送でお届けする番組、レディオ4ゲーマータップ過去仮ということで、早速ふつおたの紹介をしたいと思います。しこなりおりさん、ありがとうございます。岡本さん、梶田さん、こんばんは。しこばんは。こんばんは。梶田さんが、君はマフィア梶田を知っているかというトークイベントをされるということで、こちらのイベントにとても興味を持っています。うん、私は将来的にフリーランスで働くことを視野に入れているので、そういったお話も伺えると嬉しいなと思っています。うんうん、トークイベントについて現在話せる範囲で構いませんので、どのようなお話をされるご予定か伺えると嬉しいです。うん、これ何ですか、ちなみに。これはね、あの立命館大学っていうところがあるの。あそこのスポット編集部っていう学生がやってる雑誌編集者みたいなのがあるんだよ。お、聞いたことがありますね。でそこに出してる雑誌でインタビューを受けたんだけれども、はい、でインタビューを受けて、まあ、せっかくだし、はあ、イベントもできればやりたいって話を受けて、そうなんですね。はあ、じゃあいいよって話をして、まあ、学生はね、はあ、若者の頑張りは応援しないとね。まあまあまあ、うん、そうですね。だからそれで会話ないと信じたいです。はい、ないよ。これでも先生の経験あるんやから。確かに。うん、はあ、まあ、それでまあ、じゃあトークイベントやりましょうかって話をして、はい、で立ち上がったのはこのタイトルなんだけれども、あ、主にでもライター業っていうよりももっと幅広い範囲で話していくと。いや、それはね、あのタイトル考えたら向こうだからどう想定してるのか分かんないんだけど、俺が聞いてる内容では、はい、あのこの方がね、はい、リオリさん、リオリさん、はい、が知りたがってる話をするつもり。いわゆるフリーで食っていくための、はい、なんていうか方法というか、なるほど、あるいはこの世界で働くにあたってどうすればいいのかとか、確かに聞きたい。そもそもどうすればこの世界で働けるのかとか、そういう話をオーディションとかないですもんね。はい、うん、していくっていうのが今のところ俺が聞いている予定かな。当に伏せなきゃいけない情報もないからさ。なるほど。うん、でも完全にフリートークみたいな感じでもあるわけですもんね。そうで、このスポットって雑誌がさ、はい、向こうがサンプルとして持ってきたやつで、表紙が岡本信彦だったんだよ。ありがとうございます。やった、受けてんじゃん。しこりんインタビュー、仕事、そうですね、この今、うん、前出てたよねっていうのは結構コメントにもありました、ね。みんなの方よく知ってる。さっきしこりんに話振ったら、しこりんがはてなって顔してて、立命館立命館。でもスポットって聞いて急に あれねってなりました。はい、こいつは本当更新の育成に興味がないんだ。いやいや、めっちゃありますよ。ホリエル頑張ってこ。その他もやっちゅうに。うん、すごいね、ほら、はい、写真写りを気にしてるって言ってたじゃん。毎年変えてるってポーズ。そうだ、ポーズ変えます。今はこの新庄。スポットの時はこれなんだって思いながら読んでた。あ、多分、うん、あの時はまだ多分グラビアっぽいポーズだった。あ、本当ですか。うん、なんだろうな、多分抑えてる方でしょうね。多分、はい、多分首板ポーズとかだと思いますけどね。うん、このイベントね、現在チケットが販売中らしいんで、まあ、俺のツイッターとかから固定ツイートでたどれると思う。なるほど。興味あればもし見に来てください、ね、ぜひぜひ皆さん検索してみてください。はい、ありがとうございます。さて、番組ではあなたからのお便りをお待ちしております。僕たちのメッセージ、取り上げてほしいゲームなどなど、どんな内容でも OK です。メールアドレスはすべて小文字で 4gamer@joqr.net、 4gamer@joqr.net、 数字の 4gamer@joqr.net です。採用させていただいた方には1500円分の iTunes カード、または Google プレイギフトカードをプレゼントいたします。ご希望の方はおところ、お名前、希望するプレゼントを必ず書いて送ってください。またこの番組は LINE LIVE の4ゲーマー公式チャンネルでも同時配信中です。アカウント名は4ゲーマー LL。 なお、 Twitter で番組のことをつぶやく場合は生放送中にピックアップして紹介するかもしれないので、ハッシュタグシャープラージ画面をつけてください。そして今回のプレイコーナーでは、スクエアエニックスより配信中の iOS Android 用アプリ、ファイナルファンタジーエクスプローラーズフォースを大特集します。ファイナルファンタジーの世界で仲間と共に強大な召喚獣を撃つロール型本格マルチプレイアクション RPG でございます。それではそろそろ行ってみましょう。レディオ4ゲーマータップカッコカリ、最後までよろしく。レディオ4ゲーマータップカッコカリ、この番組は日本最大級の総合ゲーム情報サイト 4gamer.net の提供でお送りいたします。
レディオ4ゲーマータップカッコ仮。プレイング4ゲーマー、さあここから実際にプレイしながらゲームの魅力をお伝えする体感コーナー、プレイング4ゲーマーです。今回取り上げるタイトルはこちら、ファイナルファンタジーエクスプローラーズフォース。今回はスクエアエニックスより配信中の iOS Android 用アプリ、ファイナルファンタジーエクスプローラーズフォースからディレクターの阿部隆弘さんに来ていただきました。お願いします。よろしくお願いします。はい、なんかもう安倍さんが早速ファイナルファンタジーのキャラみたいな感じがしてますよ。確かに出てらっしゃるんですか。もはや。あー、いえ、まだ出てないんですけど、ね、また出てない。そうですか。俺はノクティス王子かなって思いました、ね、いやいやいや、そんな成長した後のコスプレしていただきたい、むしろ、はい、もっとイケメン。じゃあまあ最初にですね、こちらの PV からご覧いただきましょうか、はい、どうぞ。マルチプレイアクション RPG が誕生。うん、うん、FFF なんですね。 FFEF か、 EF なんですかね。あ、役者が召喚獣、役者が召喚獣。コモスの選手だね。国際平和連合、国連。あ、おなじみのいつものジョブですね。ジョブがありますね。スキンヘッドはあるんですか。どうでしょう、スキンヘッドは。スキンヘッドはちょっと今回まで、これちょっとこれだからもう勇者っぽくないんでしょうね。イケメンしか存在していけない世界なんですか。やっぱり美容師さんにスキンヘッドはあんまりいないってことじゃないですかね。そういうスタイリッシュな人にはやっぱりいないんじゃないですかね。守ることとか、はい、キャラクターもいっぱいいますね。スタンプで会話ができる。はい。ああ、でもいいですね、スタンプで会話。わかりやすい。投げお願い。MMO だ。完全そうですね、MMO ですね。みんなで一緒に戦って。そうですね、役割がいるなんですよ。なるほど。お、あれ？トランス。スコールになった。おお、ライトニングだね。かっこいい。スキルがいっぱいあるんですね。はい。フォースの選手たち。おおおお。あ、すごい派手ですね。音楽も王道な感じ、かっこいいですね。さあ、なるほどなるほど。さあ、それではゲームについて伺っていきましょうかね。はい、うん、じゃあ、ファイナルファンタジーエクスプローラーズフォース、はい、どのようなゲームなんでしょうか。はい、そうですね、じゃあ、早速ご説明の方させていただきたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、スライドの方お願いできますでしょうか。はい、そうですね、まずファイナルファンタジーなんですけども、はい、今回はですね、プレイヤーはソルジャーとなって、このファイナルファンタジーの世界で仲間と一緒に、まあ、召喚獣を倒していくというロール型のマルチアクション RPG なんですね。で、結構その一緒に友達と遊ぶみたいな感じのゲームがあるかと思うんですけども、今回最大5人でパーティーを組んで遊ぶというのが、はい、売りのゲームとなっています。はい、じゃあ次のスライドお願いします。でこちらが先ほど国連と言っていただいてたコース、はい、なんですけれども、はい、簡単に世界観説明させていただきますと、うんうん、まあ、主人公はこの国際平和連合、通称コースという部隊に所属するんですね。でこの所属して、で、まあ、この、上司となるロゼとか、でその副官となる黒川と一緒に行動を共にしていって、まあ、召喚獣とか、まあ、そういったその世界の平和を脅かすような存在を一緒に戦っていくっていうものになります。ラナってやつは状態以上かけられてるんですか。違うんですよ。状態コードじゃない、呪いがかけられてたり。ああ、違うんですよ。いずれ解けるとか、いずれ解けるとかでもなんか、じゃあクローントリガーのやつ、親戚同じ種族ですか。詳しいですね。カイロージではないですか。そうなんですよね、ちょっとケロップ族のラナちゃんという女の子なんです。まつげが可愛いですね。女性っぽい。確かに、はい、そうなんですよね。このマスコットキャラクターとして、まあ、このソルジャーのみんなをサポートしてるという。グレイやばそうですけどね。なんかグレイはなんか裏切る気満々の顔してますよ。今から裏切るぜ。こんなやついないの。今から裏切るぜ。サンプルボイス。正直すぎる。彼らは主人公の同期
ですね、うんうん、はい、同じタイミングで、はい、ソルジャーの試験受けに来てという同期やばいなルーチャー筋肉もりもりそうですね、文句なんです、はい、鋭いですね、顔だけ見ると女の子かと思ったのによく見たら体がムキムキ、はい、そうなんですよ、うん、女の子なんですけど文句なんですよね、あ、そうなんですか、はい、そうなんです、すげえ筋肉の色、はい、で、グレイは黒魔導士、あ、ぽい、はいなかなか独特の世界を持っている、なりたかったレベルでしょうね、おそらく、はい、という、あの、はい、まあ、こういったキャラクターたち、結構濃いキャラクターたちがいっぱいいるんですけども、はい、キャラクターたちと一緒にあの物語が進んでいくという内容になります。じゃあ次のページお願いします。で、あの今回ですね、あのロールを、はい、楽しんでいただくマルチアクション RPG になっていまして、はい、で、まあ、ロールっていうのは何かなんですけども、まあ、役割なんですね、で、あの、まあ、タンクというのが盾役、で、アタッカーが攻撃役で、ヒーラーが回復役と、で、まあ、それぞれあのみんな役割を意識しながら遊びましょうっていうようなゲームとなっています。はいはいはい、相変わらず DPS が一番多いんですね、やっぱ数的には。あ、そうですね、アタッカーがやはりどうしても人気職になってきて、はい、これみんなでタンクとかヒーラーとかもちろんパーティーに一人はいないとやばいって感じではあります。あの難易度が上がっていくと、うん、かなりロールを意識していただいた方が、まあ、はい、敵によってはとかもあるんですかね。そうですね、はい、ボスによってはとか、あとはその安定するという意味では、あの同じ人と戦っていてもタンクがいたりとかヒーラーがいることによって、まあ、より安定性が増すとか、難易度とか多分コンテンツによって引っ張りだこだと思いますそうですね、不足しがちですからね。そうそうそう、はい、というあのロールがございまして、はい、でちょっと次にまたあのこのそれぞれの役割の紹介させていただきたいんですけども、ジョブを、あのナイトがですね、おなじみのナイトはタンクですね、で、まあ、防御力が高くてヒットポイントがあって、まあ、ガードというアビリティがあってですね、まあ、敵の攻撃をガードで防ぎながら、あと挑発とかのアビリティを使って、まあ、敵のそのヘイトっていう注意があったりするんですけど、まあ、そういうのを自分に引きつけて仲間に攻撃がないようにしながら立ち振る舞いというキャラクターになりますね、はい、はい、で次お願いします。竜騎士がおなじみのアタッカーで、はい、もう FF おなじみのジャンプを使いながら戦うというキャラクターとなります、で次がですねモンクで、まあ、こちらあのもう基本的に近接攻撃で手数で勝負する近接系アタッカーというキャラクターですね、まあ、素早いので結構あの扱いやすいキャラクターです、はい、で次がですね狩人、こちらがあの中距離攻撃を得意とする弓での攻撃が得意なキャラクターですね、はい、状態上とかを与える技で、まあ、結構トリッキーな感じで遊んでいただければなと思います。なるほど、はい、で次が黒魔導士ですね、はい、あのもう遠距離型のアタッカーで、おなじみのファイヤーとかケアル、はい、ブリザードとかサンダーっていう魔法を使ってですね戦うというアタッカーになります、はい、で、次が白魔導士で、あのパーティーで最も遅く重要な役割となってくる回復の担い手ですね、ケアルとかを使ってパーティーを回復するという役割となります、はい、いないと倒れちゃう、いないと成り立たないわパーティー、はい、で、次がですね、今回ですね FF のそのおなじみの主人公たちに変身できるというシステムが実はありまして、で今回ご紹介させていただいているのがこのスコール・バン・ライトニングという、はい、おなじみの FF キャラクターたちに、はい、変身して遊ぶことができるという状態になります。はい、現状この3人なんですか。あ、そうですね、今は、はい、あのこの3人でどんどんあの増えていくというような状況になります。はい、で次お願いします。で、こちら最後ですね、あのこういった召喚獣と戦って、あの倒していきましょうと、あのいつも結構仲間として登場する、まあすね、はい、召喚獣なんですけども、今回敵として立ち塞がるといったキャラクターになっています。いやですね、戦うじゃあ今回は特に召喚獣を召喚して戦わせるシステムはない。そうですね、あのどちらかというと召喚獣は敵として、うん、純粋敵なんですね。その代わり歴代シリーズのキャラクターの力を借りるっていうことですね、はい、そうです。はい、という内容になります。バームードとか戦ってみたいですけどね。いや、興味深い。じゃあ早速ちょっと端末を見ながら、はい、ゲームの紹介をしていきたいなと思います。はい、はい、お願いします。こちらスクリーン画面出して、はい、画面です。こちらスタートダッシュガチャとか出ますね、はい、ガチャが出てますね。一斉ガチャ、はい、まあ、あの実はちょっと今回ご用意させていただいているのはですね、はい、明後日、はい、木曜日にですね、うん、ちょっとまたアップデートを予定していまして、うんうん、そちらのもちょっと先に公開させていただこうかなと、はい、思っています。龍騎士、なるほど、はい、やった龍騎士。でちょっとまずはあの簡単にちょっとあの操作の説明とかをぜひ、させていただければなと思ってまして、はい、はい、今もういろいろ見ていただいているのがですね、このキャラクターの情報になるんですけれども、この今いるのがですねロビーでですね、はい、まあ、ここでパーティーの、仲間を募ったり冒険に出かける準備したりとかしながらやりますね。はい、
で、ですね、移動はですね、まあ、この左あはい、いろいろ今、はい、そうですね、そのあたりで移動ができたりとかするんですけども、うんうんうん、実際もう早速ちょっとバトルに向かいながらですね解説させていただければなと。おスタンプも使っていただいてますね。よろしくお願いします。じゃあ上の方にですねメニューっていうボタンがあると思うんですけども、はい、はい、こちらを押していただいてワールドマップというのがですね、はい、左から2つ目の、はい、それの左上にマレウス高原がありまして、はい、それの大平原レベル25、はい、あ、ちょうどいいですね、はい、はい、こちらにちょっとお願いします。行きます、行ってきます。31ですかねレベル、はい、ここら辺ちょうどいいでしょうねきっと。はい、こちらがですよ、はい、そうですね、フィールドになってまして、はい、もうカメラいろいろ触っていただいていると思うんですけども、カメラを自由に動かすことができて、はい、ピンチインピンチアウトとかでですね、カメラを実は離したり近づけたりとかもできるんですよね。なるほど、あ、こうやって、はい、そうなんです。なので結構戦況を見ながら遊びたいときは話したりとか。ゴブリン近づいてる。そうですね。それが。ああ、痛い痛い痛い。ゴブリンやるやんけ。やるやんけ、やられる。はい。連続で押していただくと3回攻撃したりしますね。はい、でその上にあるちょっとステップマークが回避です。なるほど。はい。このと回避をするとこのちょっと体力を使うんですけども。こうですかね。はい。これはこのピンクのゲージを。はい。はい、ただこれがある間は自由に使いますので。おお、なるほど。で、この槍のマークの左にあるのがおなじみのジャンプ。ジャンプ、やっぱ使ってみますかね、はい、ジャンプ。ジャンプ。いや強いですねこれ。はい。範囲攻撃なんですね。範囲攻撃いいですね、はい、やっぱ。でこちらですね、一度使うとちょっとクールタイムという時間が発生して、また使えるようになるまで少し時間かかると。はい。はい。でその他にあるのが、その周りに3つあるのがアビリティですね。うん、はい。でこちらも押していただくとですね、左上にあるオレンジのゲージをちょっと使って強い技を使うことができると。はあ、なるほど。この例えば、はい、コインとか、はい、とか、あ、そうですね、はい、右のタブ切り替えるとまた別のことができるんですか。その通りです。はい、そうなんです。足払い、一つの武器に3つの技がセットできる。わー、風、はい、で今回、2本武器を装備している状態ですので、はい、なので6つの技を、はい、処理している状態です。武器によって変わるんですね。はい。で、あ、いったパンゴブリンパンチです。ゴブリンパンチ、ランニングできないですか。ラーニングは馬同士ですね。まだいない。まだいないですね、龍騎士は。はい。で、実は今ちょっと龍騎士、このチコリンという名前となりですね、はい、チコリン、こんなチコリンになってる、はい、あれおかしいな、はい、ちょっとマークがあると思うんですけども、これ今実はゲージが溜まっている状態で、龍騎士専用なんですけど、この状態でジャンプを使うとちょっといつもよりも強いダメージの当たるジャンプが使えると。ちょっともうちょっとで溜ま、そうですね、もう少しで使えるようになりますね。溜まった、いきます、はい、ほら、ちょっと2000、あ、そうなんですよ、だいぶ威力が、はい、上がるんですね。龍騎士はこんな感じの技が、そうなんですよ、これはもう龍騎士専用の特性なんですよね、うん。で、ちょっとこの右上の方にちょっと炎のインフェルノって書いている、ね、はい、こちらがですね、あともう少しで止まると思うんですけども、あ、じゃあちょっともう少しちょっと倒しつつ飲むのがいいですよね。はい、倒したりとかダメージを食らうとゲージが溜まってったりするんですけど、これが全部溜まるとですね、その FF のキャラクターに変身することができる。見せたい。はい、頑張れゴブリンスレイヤー。ゴブリンスレイヤー、確かに今やってることはゴブリンスレイヤー。ゴブリンしか倒してないもんな。そうですね。あいつはなんだ、マンドラゴラ、マンドラゴラ、えい、あ、溜まりましたね。あ、いきます、はい、変身、実はバンに変身することができます。あ、出た、ケンショウくんですね。はい、そうです、 CV ケンショウくんに、南米お疲れ様。普段なかなか見れないバンが槍を振るという光景を見れまして。あ、そうですね、はい。で、もう一度その炎のインフェルノっていうボタンを押すと、はい、実はそのキャラクター専用の必殺技が使えるんですよ。出して出して、残り10秒よ、いきます、くらえ、おお、はい、というちょうど、はい、そうなんですね、いいですね、やっぱというのがですね、はい、まあ、ちょっと基本操作になるんですけども、ね、はい、こういった形で、まあ、敵を倒してアイテムとか集めたり、敵の位置を集めてレベルを上げていくということが、まあ、ここの舞台ではできます、ね。あ、なるほど、はい、じゃあちょっと早速なんですけど、つきまして、はい、ぜひマルチプレイを、うん、したいです、はい、体験していただければと思います。やりましょう、はい、一応オートもやってますね、はい、あ、そうなんです、実はオート機能も、一応オート機能もやって、こうやって戦ってくれるってことですね、はい、そうなんです、今普通にプレイしていただいたんですけども、オートにするともう勝手に、はい、あ、そうか、戦ってくれるので、もうちょっとプレイ疲れてきたなと思ったら、
大丈夫です、はい、でこれは戻ればいいんですか、ロビーに、はい、ロビーに戻るをしていただければ、はい、はい、こちら戻っていただいてですね、で本さんには引き続きちょっとあの、はい、イベントクエストを受けていただきたいんですが、はい、画面左側にですねイベント受付というキャラクターがいるんですけど、はい、いますね、はい、でこちらにちょっとアクセスしていただいて、はい、いらっしゃいませ、でこの白亜の波のラムーというのをですね、はい、一番上にあるものを受けていただいて、はい、でクエストを受けて、クエストを受けて、はい、でこのですね、デイリー、はい、上級いきましょうか、上から2つ目の、はい、白亜の波の上級で上級、はい、お願いいたします、はい、じゃあ受注します、はい、これ全国のプレイヤー多いんですか、はい、さあ集え全国の勇者たち、これは我々はどうやって参加するんですか、はい、あのですね、うん、クエスト、先ほどのクエスト受付のキャラクターにアクセスしていただいて、うん、でクエストに参加というのがその時にですね、右側の方にボタンがあると思うんですね、うん、クエスト受付でクエストに参加、はい、そうすると一つ参加できるものが立ってるかなと、はい、あ、これか、はい、なるほど、で参加する、はい、そうすると、あ、やったリーダーだね、来たな、文句の文句ばっかり言うマフィーどういうことや俺はいつも正しいことしか言わないはい、じゃあ、あの今回、じゃあこの5人で進めていきたいと思いますんで、出発します、じゃあいいですかね、もう出発ボタン、はい、大丈夫です、はい、はい、出発します、おい、このパーティークソだな、よろしくって言ってるのに誰も返さなかったぞネットマナーがなってないんじゃないか、もう絆の力で、レベル3でもちょうどいいですね、はい、レベル的には、これは DPS だから気楽だわ、殴るだけでいいよ、そうですね、竜騎士とモンクはですね、もうとにかくラムにダメージを与えてください、タンク早く取って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 、くらえ、あ、タンクがちょっとしね、おらおらで、あのオンとかオフとか感じにあるボタンを押していただくとカメラが、今もうカメラロックしていただいている状態なんですけど、はい、カメラをロックするとプレイしやすいと思います、確かに、わー怖い、はい、怖い怖い怖い、スキル全部打つ、とりあえずそうですよね、ほらで、あ、やられた、あ、そうですね、ちょっと今これ睡眠効果を持って攻撃をしてくるんですよ、厄介なやつや、実は今回まだ配信しない敵と戦っていただいてるんですけれども、はいはい、うわやば、はい、うん、配信しない敵なんですか、そうなんですよ、実はまだこちらあさってに配信、そうなんですね、はい、もう我々の攻略法をみんなに見せないと、ほら、はい、あ、いったそうですね、で今回ラムーなんですけども、まあ、1か月使ってきながらも実は水属性の攻撃も使ってくるので、ね、うわいった、はい、属性武器を皆さんに持っていただいてます、よいしょ、よいしょ、方言は誰だ、方言は、あ、そうですね、ちょっとピンチですね、方言はやばいぞ、あの白馬同士を回復しないといけないんですね、どうしない、どうせ俺っちだろ、方言は、え、千代さんちょっと早く破壊できましたね、ローブを破壊しましたね、おお、よいしょ、よいしょ、はい、今ジャンプが超強くなってるので、まず、お、避けましたね、避けた、いいですね、よいしょ、今ジャンプ強いですね、ほら、あ、強い、やっぱ、おいしょ、変身もできるみたいです、変身もします、よし、俺も変身するぞ、暗い、変身、ケンショウくん、スコール誰だっけあ、スコールが殴ってますね、スコールが文句を、スコールが文句をやってるよ、はいはい、なかなか見れないですもんね、それも、そうですね、他ではなかなか見れないですけど、このゲームはまだまだ撮ってきますね、あ、痛い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 、スコールが寝てる、病床がなくなる前にぜひ必殺技を、これですね、はい、スコールが寝てる、死んでしまう、死んでしまう、ちょうどあれ、方言もやられてんじゃん、あ、方言もやられてますね、おいおい方言も何をしとんねん、あ、生き返った、方言も、あれ、俺を回復してるね、制限時間がありまして、あと残り2分10秒ですね、まずい、じゃあもう、はい、だいたい今半分ぐらい減ってるんで、うわ、やばい、ちょっとしまいましたね、これ制限時間のない倒せないかも、まずい、ちょっとですね、アタッカーでちょっとダメージを稼がないといけないですね、もっとちゃんと、なんか逃げたりするよりもこれ行った方がいいパターンですね、それ DPS 稼げてないの、多分、もっともっとしっかり引く回復してくれると思うので、ガツガツ行った方がいいと思いますよね、これそうですね、信じますよ、おっしゃー、はい、行くぜ、で、技も使いながら、おっしゃ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 いただくのがいいかなと、
まだ抜けそうな感じしますけどね。いい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 、あー、勤めた。うざうざ、あ、マイヤーうざやばい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 、うざやばやば、またトランスができるようになりました、ね、おしゃ、トランスした方が基本的にはいいんですよね。そうなんですよ、あのトランス中級実はステータスが上がってるんですね。あーやばいだー、すごい状態になってるんですね。一発目おしゃー、おらおら、お、あと1点いいんですよ、これいけるんじゃないですか。お、いけそうでしたね、これ。はい、おー、すげーすげーすげー、おいしょ、残り1分ですね。1分、おいしょ、はい、いけると思います。ほんまに、ね、どうよいしょ、いけ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 、そうですね、カーツを壊すとアイテムを落とす確率がどんどん上がっていきますよ。 V 破壊がある、はい、おー変身だ、これいけるいける、お、あと少しですね、これいけますね、全然いけー、そこよし、これだけ、あ、やば、あ、あと30秒ですね。あ、ちょうどいいですね、なんか、あ、まずい、ここに来て、いけーいけー、復活、まあ復活すればよっしゃ、そうですね、あと15秒ですね。あ、これならいける、ほんといけるか、これこれいけるいけるいける、これいけるか、ほんとに変身できますね、残りわずか9秒、いけ、あー、あ、出た、倒せ倒せ倒せ、4秒3秒やったー、おーおーおー、いけた、あぶねー、すごい、くっそ、あぶねー、ギリ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 いけましたね。あ、よかったです。ギリギリじゃないですか。めためたギリギリじゃないですか。あ、ギリギリいきましたね。これ今のは我々何が悪かったんですか。いやでもあの、え、普通こんなギリギリ倒すものなんですか。そうですね。でもあの敵の方がレベルが高かったので、むしろあの、はい、この31でよく倒せたなって。よく倒せたなっていうレベルですね。はい、やったぜ。いや、おめでとうございます。ちょっと倒せないかと思ってヒヤヒヤしましたが、ちょっとヒヤヒヤしましたね。すごいドラマチックな倒し方でしたね。いや、よかった。いやいや、まあ見せプレイですよ。そうですよね。あえてこの秒数。はい、もうさすがですね。アップで。なるほど、こうやって報酬もありつつの、はい、ロビーに戻ります。いや、盛り上がりました。盛り上がりましたね、今。はい、ちょっとヒヤヒヤしましたが。ヒヤヒヤしました。はい、あのさすがです。倒していただきましたね。ギリギリ倒せました。よかったです。さあ、というわけで今回ファイナルファンタジーエクスプローラーズフォースをプレイしましたけれども、はい、うん、おなじみで楽しかったですね。あれやね、ファイナルファンタジーで、ね、はい、こうやって協力プレイっていうのはしっくりくるな。確かに、うん、やっぱりいいですね、うん、ロールごとの役割がね、今のところは DPS しかやってないか分かんないけれども、あ、はい、クローマ同士とかちょっとやってみたいですよね。クローマ同士って大体のゲームで結構強いんだよな。強いですよね。遠距離から効果力ぶつけられるから、ね、ダメージ受けづらいし、はい、あ、タンクがね難しいかどうかなんだよね。タンクってどうですか、実際ジョブとして結構あの、はい、忙しいですか。あ、やっぱりそのタンクがヘイトをうまく取れるかどうかで、うん、その他のパーティーの生存率が変わりますね。そうタンクはね、味方にも厳しい目で見られるし、敵にも殴られるし、結構きつい職業なのよちゃんとしろって言われるんですね、きっと。かわいそうだな、タンク経験のある俺が言うなら間違いない。かわいそうに、うん、異界王になるかと思ったね。そんな言われるんですか。そんないじられます。 FF14 ってゲームなんだけど、うわ僕も出てますけど、ってと いやー、まあ、だからタンクの皆さん頑張ってくださいね、うん、なるほど、というわけなんですね、はい、最後に何かお知らせなどありますか。あ、いいですか、あの、はい、もうちょっとお知らせさせていただきたいことがありまして、はい、実はあの今回お二人にプレイしていただいたのはですね、はい、あの明後日から配信する予定の新しいアップデートのイベントなんですね、うん、はい、でそちらでですね、まあ、あの今回イベント内容を進めさせていただきますと、はい、まあ、特別なラムーを戦ってですね、うん、はい、でラムーを倒すとですね、まあ、いろんな難易度があるんですけども、はい、まあ、報酬が手に入って、うん、でその報酬を、交換することでですね、うん、あの最高リアリティの星5の武器とか防具とかを手に入れることができると。で、あの先ほど使っていただいたマスキバンも手に入ってレベルを上げることができるということになってますので、まあ、ぜひあの皆さん周回して、手に入れていただければなと思っています、はい、これ今ガチャ引けるんですか。ガチャ引いてみます、ちょっと。あ、引いていい、はい、大丈夫ですよ。引いていいですか。どんな武器が出るのか見てみたいんですよ、ね、確かに。いいなら引いちゃいますね。はい、行こうぜ行こうぜ。よっしゃ、このあ、じゃあもうせっかくですので、うん、あのちょっと今度ですね、はい、うん、属性ガチャっていうのがありまして、はい、これあのラムーを倒すのに有効なものだったりするんですね。ミステルティーン、かっこいい、はい、じゃあ10連やっちゃってもいいんですか、これ。はい、大丈夫です。
当たりはミスティルティンなんですかね。そうですね、これ、今回この、はい、武器が売りの、ミスティルティンって微妙に言いづらくないですか。そうです、ミスティルティン、ミストルティンじゃダメだったんですか。ミスティルティン、ミスティルティン、うん、はい、じゃあこれタッチしていただくと、レアリティ最高5なんですね、うん、5が、はい、一番高いレアリティな。この演出って何か変わります。あ、これきっとこれ赤いの値ですか。これは4以上ですね、4以上が確定しているので。なるほど、じゃあ5のやつ出るかも。で途中で昇格することもあるんですね。ああ、あ、そうなんですね。あ、これもすでに所持している場合は、はい、なるほど、こう持ってる、持ってる、持ってる、はい、じゃあまあまあまあここら辺はまあ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 、ウィンドスピア、はい、持ってる、持ってる、ウィンドスピア持ってる、ウィンドスピア、さあ来るか。まあ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 、シャドウベスト、あ、でも星4、星4、あ、ダメだったのか。あ、そうか、星5が欲しいね。そうですね、もう一回いける、もう一回いける、いけますよ。あ、じゃあちょっとチャレンジしてみます。マッフィーがちょっと押してます。信者のみんな俺に力を。そんな元気玉的な技が使えるんですか。カーッカーってあんまり。じゃあこちらで、さあ、こういう光を輝け。あ、来た、さっきと違う。そうですね、ちょっと確率がいいものが出る確率が高いですね。え、お、ちょっとまだ分からないです。まだ分からないです。いいものが出る確率が高いはずなんですけどね。はい、期待値があるんですけど。市長の鎧。先生、星さんです。旅人のズボン。お、あ、あ、お、変化した。お、これはまさか。四ですね。星4か。うん、うん、まあ変化は。うん。うん、5来るやろ、この流れで5来るよ。5来ますかね、うん、この流れで5来るに決まっとるわ。 5来ない、うん、あー、うん、うん、うん、さあ、うん、最後、うん、うん、うん、ちょ、もう一回押してもいいですか、僕。あ、もう一度やってみますか。いいですか、これ、ちょっと、今の、今の忘れていただいて、ね、お時間、はい、大丈夫であれば。ちょっと進行の力足りなかったかな。あ、もう僕も早速黄色ありますよ。そうですね。あれに期待。来るかな。あ、来い。次の次です。この次。さあ来い。なかなか。あ、もうスキップが。スキップでちょっと。まだいけるっしょ。まだ石残ってんもん、うん、まだ石残ってんもん。なんでだろうな。激レア将来カーツ。あー、色が普通だ。輝かぬ。あ、ダメだ。そうですね。ちょ、マーフィー先生、ちょっと、うわ、ちょっとこれはこれひどくないですか、マーフィー先生。そうですね。これはマーフィー先生、出たりするんですよ。グロすぎるね。そうなんですよ。出ますよね。これ終われるわけがないよな。マフィー先生、もう一回押しましたね、マフィー先生。これ終われる、これ終われる。あ、いる。今度3度目の正直というやつですね。頼む、来てくれ。放送事故になる。頼む。かあ、次の次。はあ。もうこれはもう置いといて。俺に力を。さあ、ここ。俺に力を。うーん。まあ9のところはこの辺で、まあ、まあまあ石1万個程度じゃ、そうそう、まあまあまあ、まあ、そうそう今後は訪れないちょっと、いや、出るはずなんですけどね。ここすごくね、出るときは出るんですよ。わかりますよ、はい、なのでそういうもんですよ、ガチャは。そうですね、出るときは出る、出ないときは出ない。すごくなんで出ないんだろうなっても内心すごく思いましたけど。そうですよね。今日はたまたま出ない流れだった。そうですね、そうですね、ちょっと驚きましたね。この辺でちょっとね、これは修正依頼を出さないとね。ちょっと勘弁してあげましょうね。はい、はい、まあね、はい、というわけで、一応先ほどバーンに変身したんですけど、そのマスギも、まあ、はい、もらえるキャンペーン。そうなんですよ、はい、あとは、はい、ちょっと新マイソルジャー応援キャンペーンという形でですね、はい、まあ、クリスタルも今回ログインしてくれた人にはプレゼントしていただきますので、なるほど、はい、ありがとうございます。その他詳しくはですね、ファイナルファンタジーエクスプローラーズフォースの公式サイトをご覧ください。さあ、今回はですね、スクエアエニックスより配信中の iOS Android 用アプリファイナルファンタジーエクスプローラーズフォースからディレクターの阿部隆博さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。以上、プレインフォーゲーマーでした。
ディオフォーゲーマータップカッコ仮。ニュースフォーゲーマー、はい、浜松町文化放送から生放送でお送りしているレディオフォーゲーマータップカッコ仮。ここからはフォーゲーマー .net より到着したばかりの最新ニュースをお届けします。解説にはこの方です。フォーゲーマーのレッチです。よろしくお願いします。はい、はい、よろしく、はい、お願いします。はい、それでは早速紹介してまいりましょう、はい、まずはこちらのニュースから。ポノスの新作アプリファイトクラブがサービス開始。ポノスは4月9日 iOS、Android 向け新作アプリファイトクラブの正式サービスを開始しましたということなんですけども。はい、そうですね、うん、本作はリアルタイムでアクションバトルを楽しめる対戦型ゲームアプリで、はい、まあ、プレイヤーは自分の分身となるキャラクターを作成して他の住人と戦ったり、うん、募集でキャラをコーディネートしたり、さまざまなスタイルでゲームを楽しめますと、うん、まあ、スマホの結構対戦に特化したゲームですね。なるほど、格ゲーみたいな感じですね。そうなんです。で、4月9日からデイリー賞金大会を毎日開催しておりまして、はい、まあ、賞金が用意されているほか、大会優勝者並びに成績上位のプレイヤーには4月下旬に開催される月間ナンバーワン決定戦の出場権が与えられるということでございます。で、あのポノスといえばですね、あのニャンコ大戦争が有名ですので、うんうん、まあ、コラボツイッターキャンペーンなどが行われておりますので、はい、まあ、ぜひですね、こちらもお見逃しなく。ニャンコ大戦争のところが格ゲー作ったの。そうです。ほう、そうです。新しいことにチャレンジ。八頭身の猫たちが殴り合う。違いますよ。もっと可愛いキャラです。あ、まあ、あ、さらに可愛い。あ、なんていうか、ね、猫が出すわけじゃないんですけど、そのキャラクターがまあちょっとちっちゃいとか、そういう感じですね。はい、では、続いてはこちらのニュースです。ガンホーの新作クロノマギアが配信スタート。ガンホーは本日4月10日 iOS、Android 向け本格派対戦型カードゲームクロノマギアの正式サービスを開始しましたということなんですけども、はい、こちらですね、プレイヤー同士が一対一で戦う、まあ、対戦型のデジタルカードゲームで、まあ、フィールドにクリーチャーを召喚したりとか、はい、なるほど、マジックでサポートしたりとか、うんうん、まあ、デジタルカードゲームで同じのシステムが採用されております。ほうほう。でこれ実はですね、カジさんと動画とかをやったりしたんですけど、撮りました。まあ、ちょっと特徴的な要素として、あの普通こう自動でペッペッて一旦にこう、うん、なんか MP とかマナーが溜まるじゃないですか、はあ、あれがダメージを受けた時にそのダメージがそのままマナーとかに変化されるんですよ、ね、なるほど。ちょっと考えることが今までと違うよね。食らった方がいい時もあるってことですね。あります。あといわゆるプレイヤーキャラクターがそれぞれ能力が違うから、そうなんです。どれを使うかで戦法がだいぶ変わってる、ね、なるほど。俺と俺っちの対戦は今 YouTube に上がってますんでね、うん、まあ、あのカチカチ女と柔らかおじさんのことなんだそれ。やたら硬いカチカチの女とやたら柔らかいおっさんがいて、お互いそれを使って戦ってるから。どういうこと、全然わからない。なんていうかね、その HP がそこでやられる。あ、キャラクターの能力者って言うんですけど、能力者に HP と防御力があるんですね、はあ、でカチカチ女っていうのは HP 高い、いや違う、防御力高いけど HP が低いのが僕が使ったキャラ、うん、で防御力ないんだけど HP が高いっていうのがカジさんのキャラクター。柔らかおじさん。そう、なるほど。そうそういう意味です。その防御力がないっていう意味で柔らかい。どう見てもね、ゴスロリの女の子よりも防御高そうなのに防御ゼロ。そうなんですね。だから未接近なんだろうね。未接近。未接近なんだあれきっと。ボディービルできた。そっち系だから。そうなんだ。そうそうそう。で今ですね、現在リリースを記念したキャンペーンが行われてまして、うん、ログインするだけで50マギアゴールドがプレゼントされますので、うん、まあ、こちらもお見逃しなくといった形になっております。うん、はい、さあチーオレさんにですね、すごい期待が高まっております。はい、先ほど我々ガチャが全然大爆死です。すいませんでした。FF なのに関わらず、完全に社内がざわついてるはず、うん、ですよね。さあチーオレさん、エクスプローラーズフォースと思うでしょ。ん、ちゃうのかい。エクスプローラーズフォースは来週行こうかなと思いました。来週ですか。2週間待たせるんですか。皆さんを。なんでかっていうと、今あの期間限定のコラボとかあるタイトルもあるので、うん、まあ、分かりやすいそちらの方とかもね、ちょっと見せたいなと思いました。あら、ということで、どうですか。なるほど、皆さん大丈夫ですか、はい、どうですよね。回したり。はい、ということで画面お願いします。お、はいはい、今回ですね、私がよくやってるサモンズボードで、まあ、リゼロから始める異世界生活とのコラボがありまして、うん、これ実はですね、はい、あのこの前なんですか、フォーゲーマーの番組をやったんですけど、うん、そこにあのカジさんも出演していただいて、うん、そうなんです、出ていただいた時の、まあ、コラボが明日あるのかな、うん、なので行きたいなと思います。なるほど。でちなみになんですけど、いろいろキャラがいるわけですよ、うん、まあ、あの リゼロ結構みんな見てると思うんですけど、まあ、エミリアンドパークとか、うん、あとレム、まあ、この上の2体があったりで、あと夏木スバルですね、主人公、うん、とか、あとラムもいますし、
あとビアトリスもいますね、まあ、このあたりが当たりになってるんですが、私はもうエミリアンパックが持ってるので全部引いた。そうなんです、エミリアンパックだけが出ればいいです。エミリアンパックが引けたら勝ちだね、はい、ちなみに僕ここまで来るのにすでに100連ぐらいもう終えてるので、おそれでも出てないです、ね、100回合して出てないか。ちなみに確率的には 1.15 なんで、まあ別に出ないことはないぐらいだと思うんですけどね。100連でもさっき50連我々ちゃんと祈り捧げた。いやその時ねちょっとあの切羽詰まってたんで、うんうん、あの梶田さんの彼女もちょっとダメだね。そう、それはダメだ。今も目の前にいるんでね、ちゃんと祭壇にお供え物していやだいぶ面倒くさいじゃん、うん、お香を焚いていや面倒くさ、本人で来た方がいいでしょう、ね、線香じゃないお香なんだね、しかもね、うん、で行くよ、はい、行け。さあ結構でも出る、出やすいですか。あ、そのエミリアンパック以外のキャラクター結構出るんですよ。まあコラボのキャラクターしか出ないんですけど、うん、そのコラボの中のでもそれやめろ、それ意味ねえからそれやめろ、この邪教やめろ。これ邪教なんだ。こんなに唯一信じていいのはマフィア勝ち上げだけだ。分かった。さあでね、虹の光がビャンってなったら、うわ何もない、うん、よし、あそこはねワンチャン、お、で演出絶対あるからエミリアンパックだったら、ほうほう、はい、ダブでしたー。ラインハルト、ラインハルト、ちょっとミニアンド平太郎出すぎでしょ。めちゃくちゃ6体出てるやん。めちゃめちゃ出てんね。やば、しかもあいつ2体で1体だからもう画面が大変なことになってる、うん、行くぞ、まだ行くぞ。まあまあまあ、まだ始めたという。そうそうそう、でも1体出てますから、1体は出てるんで、うん、流れは来てると言っても過言ではない。さこい、よし、いいぞ、あの雷よ、あの2個いいよ、来てる来てる、2個も来てる。ラインハルト、またもう本当にラインハルトめっちゃ出る。ダメだ、ダメだ、まずいなこれ。かぶるね、かぶるね。いやー、まだ行くよ、あと2回いけるんですかね。あと2回いけます。次、これの次で最後ですね。さあ来るか、さあどうなる。見ちゃった今普通に。シャン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 、あ、来た、インスタリオ。さあ来い、どうなる、頼む、キャー。でもすごい、一番今のガチャの中で一番確率が低い状態になってるレムが出たんで、うんうんうん、一番確率低いんだね、そうなんです、前半後半で、うん、前半レムが出やすくて後半エミリアが出やすいんですけど、今一番出にくいんで、すごいラッキー。これはある意味ラッキーなのか。いや、これはラッキーだ。これでもいいんですね。いやでもすり抜けてる。そう、ピックアップするので一番いいのが出た感じです。いやでもな、頼むよ、頼むよ、エミリア、これ逃したらだってね、リバイバル待たなきゃいけないんでしょ。大変だよこれは。来るかな、さあ来るか、3度目の正直、4度目です、4度目。あ、来た、いっぱい勝ってる、いっぱい勝ってる、来てるぞこれ、頼む、あっ、ラムじゃない、最後だよ、ダメだ、ラインハルトだ、もう嫌だ。もう嫌だ。やっぱりね、ダメだね。そうですね、うん、ちゃんと信じないとダメだ、うん、今回結構信じて抑え物してないけど、うん、でもったんですかね、抑え物が、ね、いや、まず俺の靴に口づけしてなかったし。やばいですね、そっからだな、だいぶヘビーじゃん。はい、終わりだ、悔しい、ダメでしたね。さあ、まあでも、まあ、でも再来週ですよね。あ、そうね、一番確率低いやつ、ね、あ、そうそうそう、それは出てるの、ある意味ね、そう、うん、いろんなものを超えた、そう、超えた先に出てきた、よかったと思います。なんで2週間後ちょっと本命番会お願いします、はい、そうですね、はい、本命番会すんの。本日ご紹介したニュースの詳細は4gamer.net をチェックしてください。記事が見つからない場合は右上の検索窓をご利用ください。はい、というわけで解説員のレッチでした。ありがとうございました。以上、ニュース4gamer でした。
レディオ4ゲーマータップ過去仮。メッセージ4ゲーマーさ、ということで普通歌を紹介します。どうした？いや今一瞬ちょっと後ろからのアングルになったんでカメラが見たかったんでしょう。どうもさあ、しこのはるちゃんありがとうございます、うん、そうコメントでもあるんですけども、うん、はい、のぶくん、かじさんこんばんは、うん、のぶくん LINE ブログ1位おめでとうございます。ありがとうございます。毎日の勢い更新のおかげですかね、うん、これからも勢いのあるスイーツ肉のブログ楽しみにしておりますと。いや、マフィーも同じく LINE ブログやっておりますけども、うん、前ですかね、1位目指してくれたまえみたいな、いやマフィーに言われましたけど、俺の教えの賜物やの。え、うん、えそうなんですか。いや俺も鼻が高い。いや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 、いつから師匠に。アフィリエイトで稼ぐにはっていう、こう裏でずっとしこりんにこう、いやいやいや、どうしたら僕広告料で生活できますかねって。あ、知りたい。でも相談してきたから。いや、うん、いやしてないしてない。毎日まめに更新、毎日まめに更新することがとりあえずスタートラインだよ。言われてない言われてないけどやってるけど。それがしこりんは毎日更新して通知がうざいよなんのって。いや、やめてくれよ。先生だったらそんなこと言わないでくださいよ。でもまあ鼻が高いよ、はい、俺も。いや1位になると思わなかったですよ。でもぶっちゃけどなんで1位になったかさっぱりわかんないですよ。ね、俺の分析によると、うん、多分何かしらのきっかけで一時期 2,3 位とかに上がったことあるんじゃない。ありますありますあります。そのタイミングで、はい、2,3 位に上がったことが周知の事実になったんじゃない。おお、そういうことなんですかね。でそのタイミングでまた一気にみんながアクセスするから急上昇するわけよ、はあ、なるほど。なんせ前に俺がそのランキング食い込んだ時もその流れだったから、うん、あ、そうなんですね、うん、いやなんか前日にアップしたのは僕カントリーマームアイスを上げたんですけど、うん、カントリーマームアイスすごいなって思いましたね。いや、カントリーマームアイスは関係ない、残念だ。あ美味しいんですけどね。あれめっちゃうまいんですけどね、うん、はい、うん、あれはうまいけどね。あ、あれ美味しいですけど。おめでとう。そうか、ありがとうございます。マモちゃんを超えたね。何その友達みたいな言い方。マモちゃんのランキングを超えたね。いやいや、でもずっと宮尾さんはむしろ上位に食い込んですごいなと思いますね、うん、狙ってたんやろ、マモちゃん超え。え、狙ってたのかな。実は狙ってたんで。いや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 、いや1位になったのでもすごいなと思いますね、うん、本当に。いや本当にね、お願いしますね。ただ、はい、俺の経験上、はい、またこれはすぐ落ちる。もう すぐだな。明日にはもうすぐだな。ある程度の時期を過ぎるとまた落ち着いた順位に戻って。悲しいな。それでなんかまたバズったタイミングでまた上がってくる。何なんでしょうね、これは。ね、どうやら LINE ブログの集計は結構リアルタイムに、なんかツールかは知らんけど、計算してるようで、本当に上がるとき一気に上がるんだよ。あ、そうなんすね、うん、面白いな。だから上げようと思えば多分狙って上げられるよ。あ、そうなんですか。うん、だからすごい、そういう講座もなんかできそうですね、そのフリートークショーで、うん、ブログの書き方みたいな。まあ皆まで言わんけど、はいはい、うん、なんかあるんですね、うん、ちょっとぜひ教えてもらおうかな。さあ続きまして、あ、しこなあいあいさん、ありがとうございます。のぶくん、マフィー、しこばんは。しこばんは。しこってる、しこってるよ。はい、魔法少女サイト第1話拝見しました、うん、のぶくんが出演されるということで見たのですが、初めは優しいお兄ちゃんだなと思ってたのですが、次のシーンでいきなり妹を殴っていてとても怖かったですが、ハマり役ですね。しかし普段は優しい可愛いのぶくんですが、時たま腹黒さを見せるようなギャップが似ているなと感じました。第2話も楽しみです。ただホラーが苦手な私としてはトラウマになりそうなので、日が出ているうちに見ようと思います。といやー、魔法少女サイト面白いですよね。あれと似てるって言われるとやばくね、ファンの周知のイメージ。やばいですね。僕そんなことしたことないんですけどね。俺も見たんだけどさ、芝居がもうこっってりしててさ、あのアニメで一番こってりしてるキャラクターだって。 ありがとうございます、うん、いやこれからもお兄ちゃんかなりこってりしてるんで。こってりしてるね、本当に。いや嬉しかったですよ、第1話の収録終わった後にですね、うん、あのブースの方から拍手が巻き起こってですね、すごいなんか嬉しかったです、ね、そりゃそうやろうね。なんかいや、もう良かったですって言っていただいて、本当なんかやってよかったなと思います、ね、役者のイメージ的にこれはちょっと事務所が言いかねない役かな。いやこれでも、うん、どうなるか分かんないですけど、まあ、原作読んだ方は分かると思うんですけど、うん、あ、もうやばいですよ実は。やばいよ本当に。あのお兄ちゃんこれからやばいことが巻き起こって、実は自分の身にも、うん、お兄ちゃん結構ね、ちょめちょめなものが巻き起こる。本当にね、お兄ちゃん胸クソ悪い展開が続くから。そうっすよね。割と見てるとしこりんはあのシーンどうやって演技するんだろうなって思う。俺すげえ楽しみなの。そうですよね、うん、あのシーン、あのシーンは楽しかったです。あのシーンすごい楽しみ。ネタバレになるか言えないけど、あのシーンはもう、しこりんぶっちゃけ NG じゃないのあれ。
あっちのシーンは NG ですよね、本来。本来 NG だよね、しこりあれって。どうやるんでしょうね。でも、アニメだからやるんだよね、あれ。やるんのかな、どう、ちょっとまだ分かんないですけど、ちょ、交互期待ですね。うん、皆さんもね、魔法少女サイト、あのね、しこりんの妹が、しこりん殴られて、はい、やめて、女の子の日が来なくなっちゃうって言って。言いましたね。ものすごい、あの、かわいそうな。そうですね。ボコンして、うひょー、いい表情って言ってました、ね。で、お兄ちゃんはそれにもう、ものすごいいい笑顔で腹パンを繰り返すって、もうとんでもねえアニメだから。もう、はぁはぁしてましたね。でね、まあ、今期、魔法少女ものが、なんか、タイトルに2つもあるみたいで。うん、魔法少女、俺の方もお願いしますね。石川海人くんが出ております。ベクトル違いすぎ。違いすぎてびっくりするっていう。さあ続きまして、しこのみーちゃんさん、ありがとうございます。のぶいこさん、マフィーさん、しこ版は、しこってる!しこってるよ!はい。のぶいこさん、7月から大天使ホリエルこと堀江俊くんとボドゲで遊ぼうがスタートしますね。ロケ地はマフィーと安本さんのアナログゲームをした遊びカフェなんですが、2人の赤いジャージ姿が可愛いです。ゲストも豪華ですごく楽しみにしていますと。何やその番組。これですね、実はですね、アナログゲーム最近ちょっと皆さんこう落ち着いてきたというか、うんうん、あまりやってらっしゃらないので、うん、なんかお話来てですね、うん、あのプロフィットでやってみませんかということで、ちょホリエルと一緒にやらさせていただけることになりまして、まあ要は本当にボードゲームで遊ぶっていう感じなんですけども、うん、まあこの遊びカフェではないかもしれないですね。こうむしろまあいろんなとこに行きますよって感じかもしれないですね。ロケに行くの。はい、ロケにいろんなとこにロケに行くんで、まあ第1話を見ていただいたら分かると思います。本当にいろんなとこに行くんだなというのが分かると思います。番組は。これ番組自体はですね、ぜひ検索していただいて。え。お前ぜひ検索していただいてね。お前みんなどこでやるかな。お前みんなどこでやるかちょっと教えてくれないかな。お前そこはメール採用すんな。宣伝の準備しとけ。どこかな。みんなそろそろコメントで来るんじゃないかな。MX で。おい、そう、 MX で気に聞かせた俺がバカみたいじゃないか。そう、 MX、 あ、そういっぱい来てるね、はい、MX ね。そう、7月から MX ですね、うん、はい、あのボドゲで遊ぼうもそうなんですけども、まあ安本さんとのアナログゲームした、うん、あの番組もですね、やっぱ喫茶、うん、安本も面白かったですよ ね、うん、あれも面白かったんで懐かしいね。もう、はい、そうなんですよ、うん、もう2年前ですかね。もう2年も経った。それぐらいじゃないですか。ポケモン GO の時期なんで多分それぐらいだと思います。そうか、もうそうなんですよね。あれも楽しかったんで、ぜひね皆さん、収録きつかったな。一日で全部撮ったもんなあれ。まあその後安本さんが優しいから肉おごってくれましたからね、うん、そうだっけ。はい、あ、もう思い出せねえわ。いきなりステーキに連れてってくれて、もういくらでも食ってくれ、今日ありがとう。そうだった。帰りにみんなヘッドヘッドでいきなりステーキ食って、そうそう、もうヘッドヘッドでも疲れ、うん、てか最後の方もみんな疲れてましたからね、うん、結構で、アーサーも私も疲れましたとか言い出して、はい、でお肉食べましたから、その番組もぜひよろしくお願いしますね皆さんね、うん、はい、また行けますか。あ、もう行けない。以上、メッセージホゲーマーでした。レディオフォーゲーマータップカッコ仮。この番組は日本最大級の総合ゲーム情報サイトフォーゲーマー .net の提供でお送りいたしました。さあお送りしてまいりました、レディオフォーゲーマータップカッコ仮、エンディングのお時間です、マフィー、お知らせとかありますか。ちなみにお知らせね、さっきも話題に出た立命館のイベント、あ、はいはいはい、まあせっかく学生がね自主的にやりたいっていうんだから、はい、まあやるんだけれども、はい、その、まあ、学生のイベントだし内容についてはちょっとね、やってみると分かんないっていう。そうですね、はい、MC も学生任せだし、確かに、だからそのあたり、まあ、皆さんもね広い心で見てくれるっていうんであれば、うん、ぜひ遊びに来てほしいなっていう。まあ、俺はいつも通りトークしますんで、はあ、本当に、自分の仕事に興味があるっていう人であれば来ていただきたいなと思います。ぜひ行ってみてください皆さん、うん、さあそして僕はですね、まあ、岡本ラベルのことをもちょっと触れたいんですけども、うん、岡本ラベルと、まあ、第1弾が梶君と富士山に行ったんですけども、うん、第2弾がですね、うん、南米に。富士山から南米に。はい、富士山がいきなり南米に行きまして、もともとは南米が実は企画としては最初にあったんですけども、最初に南米はきつくないかいってことで、日本の厳しい場所富士山に行ってみてからにしようみたいな。でスタッフさんもそれで慣れさせましょうみたいな。どこ行ったの。ボリビア、コスタリカ。これがまだちょっと言えないんですけども、うん、まあ、ボリビアら辺ですかね。あそこ標高ものすごくねえか。
標高やばいですね。高山病になったんじゃね。高山病に僕はなんなかったですね。ただ、まあ、ゲストが、うん、まあ、良平さんだったり、それこそさっき CV でも番役の賢秀くんだったり、うん、江口くんの計4人なんですけども、うん、まあ、1人ちょっと大変でしたね。何、高山病になったかなっていう方もいらっしゃいますし、スタッフさんが2人ほど高山病になりましたね。お、なんだ、ハッピーバースデーですかこれ。俺ちぃ、ちぃ俺さん、スタジオの電気消しやがった。あいつなんで消したんすか。そろそろまとめてって誕生日かなって思いましたけど、うん、あ、さて次回の生放送は4月24日火曜日です。お楽しみに、まあ、ちぃ俺さんのねガチャンにも期待してください。それではお時間ですかね。レディオ4ゲーマータップかっこあり、お相手は岡本信子とマフィアカジでした。バイ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 。はい、靴下ね、はい、これです。いつもです。